君に詫びたい。長い間、ビルガ島の生贄はただの野蛮な犠牲だと思っていた。素晴らしい覚悟だ。だがな、しっかり見ろ。あれは神。人生を投げ打てば全てから救ってくれる。そんな神様きっといないんだ。さあ立て、巫女よ。お前は救いたいのか、それとも自分が救われたいだけか。私は何時信仰に惑う人よ、憂いを抱える旅人よ、立ち止まることをやめ、あなたは歩み出した道を選ぶ時です。ありがとう、気高き別れを選びし人。これよりは恐れも不安もあなたの光。何時王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。叶わぬというのなら、この命守ることに捧げましょう。皆さん、私も共に戦います。
ーファー戦えるの？というかその力。答えが見つかりました。これも命の捧げ方。ふん、なら手伝ってもらおう。取り付いてる人間って背中にいるあれよね。間違いないでしょう。あそこを狙えば人間だけを覗けるかもしれません。皆さん遠慮はいりません。これは竜神へとを守る戦い。私も全力を尽くします。生贄なんてお断りなんだから。行くよみんな。来たね。やったー、ユーマの攻撃が弱点に命中。今日は号令一つで勝敗し合わせてもらおう。突撃！ありがとうございます。歌姫の華麗な武器よろしく。落ち着いていこう。この力で突き荒れろ。弱点に命中。私だって使いこなしてみせます。様子を見ないと。私だって力を合わせましょう。この力を召喚。油断も慢心もせん。せい。恨むなよ。恨まんな。お宝いただき。見てなさい。烈風。弱点に命中。ジュナ、その調子でいって。友人から力を吸い取って。ウィザード。風よ。弱点に命中。多分苦笑を見込めそう。私に力を。任せたよ。これで戦局も好転。やった！あとは本体を倒して。ショーは号令一つで勝敗。王者の力よ。極炎。頑強な敵だ。と使いこなしてみせる。豪華よ。高みを目指す。どうやら成長した。やった。